そこのカーブのところで、車線が2つになるんですよね、うん、そのうちの、うちは右の車線を知っておいてください。そうそうそう、ここから増えるんですけど、ナンバーやったんで、まあ、一応知ってはるかなっていう、一台打ち抜いて終わりみたいな感じ。でも知らない特権ナンバーだとあっって気づく、うん、気づかんあって思うあるですね。で急に入ってくる、はい、線がこういう風に書いてあるでしょ、はい、これは速度を落としてくださいねみたいな、そういう意味ですよね。カーブしてるんで、はい、結構山道とかはちょこちょこ書いてありますね。これも同じように、あと少し下っていって、なんか工事してるところがあるんで、ですね、自転車ね、こうカタカタってきはるで、前を見て、はい、ストーップ。で、車が行きはって、はい、どうぞ、そう、OK。で、ここはさっきと同じような手順で、今チャンスですよね。はい、ずらしましょう。はい、どうぞ。よいしょ。で、左。行ったら左。覗いて、前の子覗いて、はい、はい。はい、OK。で、ウインカー左で、覗いてからね。どうやるかな。大丈夫ですよね。はい、行きましょう。よいしょ、よいしょ、はい、今のところ対向車はいないので、はい、そのあたりを行ってブレーキ速度を落としながら、はい、
ちょっと手前で手前でというか手前から速度を落としながら動きながらですね、なるべくこう止まる状況、障害ないから止まるみたいなですね。何を驚いてはい、右に行って左にブレーキ、はい、右にブレーキ、あの人曲がらはるね、はい、目左まっすぐ、上部、はい、であの信号を左にペタッとちゃんと寄ってたのに右に行き過ぎてはこうちょっとぐっと離れてるっていうね、まあ細かいこと言うとそんな感じね、はい、巻き込み、よし、歩行者、なんか登ったり下ったり、みんな曲がったりみたいな感じですね。対向車が来てる時だけ。ちょっとだけ中央線より走ってありますよね、はい、あまり左行きすぎるとね、なんかガタ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 、うん、この道幅を上手に利用して走る、こっちの方がなんかどうですかね、早い、早いっていうかね、これ一番早いですよね、混、うん、まないんで、はい、外から走んないんでそんなに難しいですか、うん、まあ、ポイントさえ押さえといてもらって、曲がるところですね、はい、はい、なんか夕方だから結構混んでると思うんですよ、あ、ここの道でも、はい、週末とかってそんなに感じるイメージ、そうですね、うん、でもここら辺走ったのにもう抜け道知ってる人とこら辺の人とね、うん、あんまり知られてないです、うん、だからまあ皆さん注意してそれなりに分かって運転したんですね、絶対ナビで検索したら絶対外側の方案内するんでね、うん、
帰ってくる時間。